はい、箱です、今日は久しぶりの映画配信、時をかける少女のパート3、以前の動画を見てない人はこの時をかける少女パート1、パート2の動画をご覧になってください。完結編として残り言いたいことをとりあえず全部書き出してみました。まずは、フレームを使った表現。小橋信彦監督が結構裕福な家で育ったみたいなんですね。ちっちゃい頃から8ミリカメラをおもちゃとして与えられていたみたいなんですよ。カメラ好きの子供っていう。オープニングの映像なんですけど、こういう風な感じで、アムービー。写真のフレームを模したオープニングで始まるんですね。これはやっぱりカメラっていうものを意識して、映像の中にもう一個映像を入れるような感じですね。ピクチャーインピクチャーっていう動画編集の中でそういう処理みたいなのがあるんですけど、画面の中にカレンダーとか写真、あと車窓、窓から映る景色とか時計、鏡で黒板とか一つの枠、そういったもので、その主人公に関係している事柄とかを表現している、演出している部分が結構多いんですよね。今、手前でパソコン見ながらやってますね。最初のオープニングの雪景色、スキー場でのシーンなんですけど、望遠鏡から覗いているようなシーンでまず始まるんですね。丸いフレームで世界が広がっていくわけなんですけど、白黒の世界から始まります。スキー場から降りていって、背景にある車窓から映る菜の花の黄色から、徐々に手前の赤色とか、みかんの色かな。この辺が徐々にカラーになってくるんですね。車窓から最初に映った黄色い菜の花から桜に行くんですね。で、季節が1ヶ月ぐらい経ったっていうのをここで表現して、教室の風景に移るわけですけど、時間割表が映って、でカレンダーが映るんですね。このカレンダーには先ほどの菜の花が映ってるんですよね。そして黒板に映って授業に入る、4月16日土曜日の日付、こういったものがフレームを使った表現でパーッと映像として表現されてるんですよね。実験室の掃除に主人公が行くんですね。この時も上の方にちゃんと時計が映って、桜が映ってますよね。カレンダーの中に菜の花から桜に行って、そして実験室でラベンダーの香りを嗅いで倒れるわけですけど、こう倒れる瞬間ちゃんと時計が映って、振り子時計の1時を鳴らす音っていうのが流れるんですよね。ちょっと時系列的には飛ぶんですけど、月曜日にちょっと一風変わったシーンがあります。深町くんが体育の授業を休んでいる主人公吉山和子に駆け寄るシーンがあるんですね。奥から来ているように見えるんですけど、深町くんが、それは鏡に映っている姿なんで、実際は手前から来ている。深町くんが未来から来ているっていうのを暗に示すシーンかなと思うんですよね。逆の方から来ている。で、別世界から来ているっていうような感じを出そうとして、この鏡で表現してると思うんですよね。この月曜日のシーンっていうのは何回か繰り返されるんで、体育の休憩シーンって2回あるんですけど、2回目のシーンは主人公の原田知世は制服を着て体育を休んでるんですよね。これっていうのはちょっと違和感があったんですよ。同じ月曜日を繰り返してるならなぜ体操着じゃないのかなって思ったんですけど、これはだからよく考えれば火曜日の時間割で用意してきたために体操着を忘れて、だから
制服になってるんですよね。もう一つ鏡っていうとこのシーンなんですけど、幼い頃ひな祭りの時に怪我をするんですね。鏡が倒れて右手に鏡で怪我をするシーンが、それを舐め合うシーンがあるんですね。幼い頃割れた鏡っていうのが、普段毎朝こう髪を溶かすシーンがあるんですね、手で。そのシーンの時に左手で髪を溶いてんのは、右手の怪我がちょうどそこに、その部分に行くように左手でこう髪を溶いてるんだろうなと思ったんですね。新旧の対比、未来から来ている深町くんと普通の人と対比するだけだったら鮮明に映らないと思うんですね。だから深町くんと五郎ちゃん、あと主人公の吉山和子、この2人はちょっと古い感じで描かれてるんですね。例えば深町くんのイメージは、そのラベンダーを採取しに来てる、でそのラベンダーを使ってポプラとか作ってるっていう、ちょっとこう新しいイメージですよね。で五郎ちゃんは醤油屋の息子で醤油の香りがする。主人公の和子は下駄を履いているんですね。普段和風って感じですよね。名前自身が和風の子、部活で弓道部に入っている、ここもなんか和風っぽい感じですよね。古いものと新しいものとこう対比することで強調してるっていうような部分があると思うんですね。で、その感じを如実に表してるシーンがあるんで、ちょっとそこを見ていただきたいと思います。一連の流れで、このラベンダーと醤油、香りを湯気で表してるシーンがあるんですね。主人公のお母さんが紅茶を入れてくれるシーンがあるんですけど、何も入ってないカップに湯気がファーッと出るんですよね。あれって感じで。お母さん、ここから回想シーンに入って、そのラベンダーの香りを思い出すんですよね。でそこから今度は五郎ちゃんに借りたハンカチを思い出して、五郎ちゃんにハンカチを返しに行くんですよね。その時に今度はこのシーンなんですけど、五郎ちゃんがこの桶を見ているシーン、こっから醤油の湯気がこう立ち上がってくるんですよね。この流れ、紅茶からラベンダーに行って醤油に行く、ここのまた新旧の比較っていうか、これを湯気で、この一連のシーンは面白いシーンだなと思いましたね。授業内容で、この授業内容にも時間とか季節に関係するような授業が出てくるんですね。保健体育の授業で、桃栗3年掛け8年ゆずが9年で成り下がり、その後は何ですかって先生が聞いてきて、それに対して主人公が梨のバカ梅が18年ってこう答えるわけなんですけどね。で、桃栗3年掛け8年の歌というか、この元となるものは尾張いろはがるたが元になっているみたいで、梨のバカ梅が18年っていうのは大阪バージョンの終わり方みたいで、終わり方っていうのは地方によって違うみたいなんですね。で、昔調べたんですけど、広島は梨じゃないらしいんですよ。レモンか、なんだか、ハッサクとか、ああいう感じの柑橘系のものがラストに来てたはずなんですよね。その内容っていうのは、でっち奉公の歌。要領のいい人は3年で一人前になる。普通の人は8年かかる。
なしのバカなやつは18年経っても一人前になれないっていうようなでっち奉公を歌ったらしいですね。大阪バージョンのなしのオチを持ってきたみたいなんですね。少年老いやすく学なりがたし、若い頃ちゃんと勉強しないといけませんよっていうような、で婚姻屋のごとしって感じの部分が後に続くんですけど、ここで面白いのは監視の授業なんで帰り点を打てって主人公が言われるんですね。で英語バージョンの時をかける少女を見たことがあるんですけど、このレテンっていうのが英語で訳されているのはフラッシュバックってなってるんですね。レテンのことをちょうど繰り返されるシーンなんで、先生がしてるネクタイを見て思い出すシーンなんですよ。あれこれ一回見たことあるって、このシーンフラッシュバックが起きるシーンなんですよ。その時にちょうどこのレテンのところのレテンの意味である英語にフラッシュバックっていうのを用いているのが、これ正しい英語なのかちょっとよくわかんないんですけど、その英訳した人がセンスがいいなと思いましたね。古文の授業、菜の花や月は東に日は西にって、与謝蕪村の俳句が読まれるんですけどね。でオープニングの菜の花が入って、与謝蕪村を調べてみたら俳句も有名なんですけど、もともと絵画、画家でもあるみたいで、絵を売りながら俳句を読んでたみたいで、菜の花や月は東に日は西にを歌った場所っていうのが、俺が神戸のマヤ山の上から見た風景らしいんですよ。調べたら月は東に日は西にっていうのを想像すれば、日は西にだから夕日なんですね。で夕日が沈む頃に月が上がってきているってことは、この月っていうのはマヤ山の上から高いとこから見ているとしたらほとんど満月に近い状態なんですね。その満月っていうのも不思議なことがこれから起きるよっていうような意味も心の中に込められてるんじゃないかなと思うんですよね。満月の夜には何かが起きるって感じ。尾道三部作で転校生と寂しん坊っていうのはオリジナルの歌ってのはないんですよね。クラシックがメインになってて、自戦場のアリアとかショパンの別れの曲とか、そういったクラシックを元にしたものなんですけど、時をかける少女はもう音楽自身がオリジナルで、ちょっと他の2作品と比べるとその部分では金がかかっている。で松任谷由実さんと、あと松任谷正隆さんがメインで時をかける少女を作って、で先ほど話した桃栗三年の歌もか、これもオリジナルで本当は寂しん坊で使うはずだったらしいんですね。それだけまあこの音楽に力を入れていたっていうことなんでしょうね。原田知世さんを売り出すためにラストは PV 仕立てになってるんですよね。ちょっと驚いたのは、撮影した時にはこの時をかける少女の歌自身はできてて、撮影しながらこの PV を撮ってたみたいなんですよね。エンディングで流れる PV のシーンが NG 集みたいな感じになってて、一つの作品としてもう出来上がってるんですよね。歌が先に出来上がってて、それに合わせて撮影もしてたんでぴったりになってるんですよね。ちょっと順番に見ていこうかな。最後主人公が倒れているところから始まるんですけど、ここから起き上がって歌い出すんですね。深町くんが未来に帰っていって突然消えたりしないでって感じで始まって、五郎ちゃんを助けた時抱き止めての部分でこう抱き止めるシーンがあるんですね。
で幼い頃に遊んだ。で佇むあなた、涙枕を濡らすので、枕を抱えているんですよね。で最後駆け寄って PV はエンディングを迎えます。そんな感じですね。ボスの魔法使いか。最初ちょっとお話ししたと思うんですけど、白黒から始まってカラーになって白黒で終わる、この作り方がオズの魔法使いの感じと似ているんで、菜の花、オープニング出た菜の花の黄色っていうのがオズの魔法使いの黄色いレンガの道。そのロケ現場に行った人なら知ってると思うんですけど、タイルが敷き詰められている道があるんですね。レンガの道とタイルの道っていうのが、まあ、オズの魔法使いとまた共通している部分かなと思うんですよね。その曲がり角に猫がいるんですよね。これはアニメ版の時をかける少女で、吉山和子っていうのは出てくるんですけど、その時は魔女おばさんって呼ばれてるんですよね。そこもオズの魔法使いをこの作品の中にちょっとエッセンスとして入れていったのかなと思うんですよね。あとジュディ・ガーランドの写真とかオズの魔法使いのポスターが貼ってあったりするんですね、主人公の部屋の中に。4月16日土曜日の放課後、実験室、ここで主人公は時をかける能力を得るんですけど、11年後会いに来るシーンがあるんですよね。その時も4月16日の土曜日になってるんですよね。同じ日に会いに来る、そのために11年後ってなってるんですね。で、その11年後がこの時をかける少女の最後で描かれてるんですけど、妹が11年後原田知世と同じような年齢になってるっていうのもこのシーンでわかるんですよね。同じように髪を解いているシーンから始まるんですけど、ここもうまく設定できてるなと思うんですよね。あと言い残してるのはラベンダー、まあ、芳香剤とかに使われてるんで、まあ、リラックス効果はあるんですけど、花言葉としては疑惑とかちょっと変わった花言葉なんですね。まあ、疑惑とかあなたを待っています、でその疑惑に応えてほしい、で期待に応えてほしいといったような花言葉があるみたいなんですね。だから深町くんに対してそういう疑惑みたいなのがあるっていうこともこのラベンダーっていうのは含まれてる、その花言葉が含まれてるんじゃないかなと思うんですね。そんなもんか。以上、時をかける少女について話したかったこと、長々とおしゃべりしましたが、どうもご清聴いただきありがとうございました。ということで、次はやっと転校生と寂しん坊についてお話ししたいと思います。それではまた、バイバイ。もしかしてこの物語の鍵を握っているのは院長じゃないかなと思うんですよね。神谷真理子、彼女が黒板の日付を消したりとか、先生から実験室の鍵を渡されてたりとしてるんで、時間を支配しているというか、鍵を握っているのはこの子じゃないかなって少し思う部分があるんですね。名前に神がつくし、マリコっていうのは真理ってなってるから、深町くんがなんか変なことをしないことを見守っている役がこのタイムキーパーみたいな感じの役として、まあこれは陰謀論みたいな感じの話なんですけど、なんとなくこの女の子も綺麗なんで気になるんですけどね。バオバブー。チャンネル登録はこちらから。